どうも、メインヒロインメリ。今回はメインヒロインが闘技場を荒らしに行くメリ。メインヒロインしか勝たんメリ。なりきり NPC 部門最弱でも気にしないメリ。今回は獣の方向とかはしないメリ。ちゃんと設定に忠実に弱々探検で行くメリ。こんなので使命果たさせようとするのはどうかしてるメリ。さすがにこれ一本じゃまともに対人できないメリ。自費探検をサブでもつくらいは許してほしいメリ。弱々探検だけじゃ戦略もクソもないメリ。メインヒロイン相手に舐めてかかるやつをこれで分からせるメリ。タリスマンは連撃特化と致命特化で使い分けるメリ。まあ強靭ほぼゼロなのでブンブンできる相手は全裸のやつくらいメリ。要するに変態しか切り刻めないメリ。致命特化は冒頭込みなので完全に一発ゲーメリ。自費探検2本持った方が強いとか言わないでほしいメリ。そんなの言われるまでもないメリ。これだから頭らにらにない京都は困るメリ。魔術と探検どっちが強いか見せてやるメリ。なんか似た格好の人が来たメリ。私の方が可愛いメリ。偽物滅するメリ。強靭ない奴は探検でメリメリできるメリ。差し込もうとしても無駄メリ。致命の刃が爪ごときに負けるわけないメリ。これがメインヒロインメリ。格の違いを見せつけるメリ。あと熱いメリ。これ使うためだけに進行31まで振ったメリ。致命の刃の進行補正はきっとこれのためなんだメリ。では次行くメリ。今度も強靭なさそうな相手メリ。切り刻んでやるメリ。まずで肩を伺うメリ。なんか壁際まで逃げていくメリ。固有戦技なんか怖くないメリ。パリーしてやるメリ。いやこれ不可能モーションな気がするメリ。パリー可能なのかはっきりしろメリ。ウィキに書いてないやつは自分で検証しなきゃわからんメリ。結局とっさの検証でひどい目にあったメリ。なんか戦技しか使ってこないメリ。パリーできない出し得技で攻めるタイプっぽいメリ。まあ強靭ないなら差し込めるメリ。一回パターン入ればこっちのものメリ。パリーしないガン立てなんて怖くないメリ。瀕死からの逆転は気持ちいいメリ。まあブンブンしてただけメリ。こんなの鎧着てる人には通じないメリ。では次行くメリ。頭見ればわかるメリ。あれ絶対頭メリメリなやつメリ。あの手のやつは騙し打ちできるメリ。メインヒロインの風格で敵をそぐメリ。白金頭は基本ちょろいメリ。ちょっと優しくすればすぐ心を許すメリ。多少殴られる程度では動じない器が大事メリ。もうほぼ心許してるメリ。完全に無防備になるまでじっと待つメリ。武装解除に成功したメリ。では騙し打ちの時間メリ。無防備な奴を殴らなかった時点で自業自得メリ。メインヒロインたるもの狡猾さも必要メリ。では次行くメリ。今度はゴリゴリの大槍マンが来たメリ。あの重装だと切り刻むのは無謀メリ。こういう時のために自費探検を仕込んでるメリ。と言ってもこれはパリー用メリ。ちゃんと使命の刃をぶっ刺すメリ。これ自費探検ならワンパンできてた疑惑あるメリ。やはり使命を背負うには弱々すぎるメリ。いきなりパリーされてビビってるメリ。メインヒロインしか勝たんメリ。パリーできる武器なら探検でもどうとでもなるメリ。まあ大抵は失敗してスタミナ全部飛ばすメリ。勝ちヒロインなので失敗シーンは全カットメリ。では次行くメリ。強靭ある拳とか一番相手したくないタイプメリ。重装無知に遠波に相手したくないメリ。まあ我慢じゃないだけマシメリ。とは言っても拳はパリー難しいメリ。動きを先読みしないとまず成功しないメリ。無警戒で誘いに乗ってくる人かどうかが重要メリ。一度でもパリーモーション出すと警戒されてもう無理メリ。決闘では初撃で確実にパリーを決めるのが重要メリ。そして仕留め損なっても熱いメリでほぼ確実に終わるメリ。しょぼい火力でもとどめようとなら十分メリ。では次行くメリ。今度はグレソマンが来たメリ。
ファリーはほぼ無理だと思って諦めた方がいいメリ。読み違えるとひどい目に遭うメリ。誘いで駆られない範囲を見極めてつつくメリ。しゃがみ連打マンじゃない限り振りの速いこっちの方が有利メリ。痛いメリ。痛いメリ。完全に判断遅れて無駄におかわりもらったメリ。しかしとどめ用の試験に持ち替えたメリ。その判断を後悔させてやるメリ。とどめムーブは露骨で読みやすいメリ。来るタイミングは勘で大体わかるメリ。これがメインヒロインメリ。こういう勝ち方できるのがパリーのいいところメリ。では次行くメリ。今度はイノシシ侍が来たメリ。一霊無視で突撃してくる相手に容赦はしないメリ。あのブンブンは完全にパリー警戒してないメリ。きっと探検で分からされたことない口メリ。イノシシ侍は動きが読みやすいメリ。慌てずタイミングを待つメリ。ダッシュ切りで詰めてくるパターン入ったらかもメリ。ミスしても慌てず冷静に対処するメリ。メインヒロインしか勝たんメリ。慈悲の探検に持ち替えて致命したい欲求は抑えるメリ。これでも火力は十分出てるメリ。では次行くメリ。私の方が可愛いメリ。異教徒と私より可愛い奴は粛清するメリ。我慢拳来たメリ。あれは相手するだけ無駄メリ。我慢が切れるまで逃げるメリ。察したのか直剣に変わったメリ。しかも誰も使ってないマイナーなやつメリ。火力も大したことないメリ。戦技チョイスと居合を感じるメリ。ついでに私の愛も受け止めるメリ。戦技パリーは性を実感するメリ。問題は戦技ごとに可能なのか不可能なのか曖昧すぎることメリ。回転系のやつは基本ダメだと覚えとけば間違いないメリ。では次行くメリ。またマイナーな武器の人が来たメリ。棒立ちで圧かけてやるメリ。かかってこいメリ。これで初撃パリーできれば最高に気持ちいいメリ。No. ちょっと遅かったメリ。パリー待ちしてるのバレたメリ。と思ったらまた来たメリ。バレると露骨にジャンプ切りに変えてくる人が多いメリ。愚直に突っ込んできてくれて助かったメリ。初撃で成功してたら相手トラウマ案件だったメリ。では次行くメリ。あれは見るからに魔術師メリ。頭ラニラにしてる異教徒は滅ぼすメリ。開幕魔術はさせないメリ。目の前で一礼終わるの待ってやるメリ。ガチイン持ってる人は大体パリー無警戒メリ。スタイルも逃げながら構えで迎撃する人が大半メリ。戦技来るタイミングは大体わかるメリ。痛いメリ。ちょっと遅かったメリ。痛いメリ。やはりガチイン魔術師のテンプレスタイルメリ。二度は通じないメリ。魔術師は大体戦技をパリーされるとは思ってないメリ。こうなると大体ビビって逃げるメリ。熱いメリでメリメリしてやるメリ。異教と滅ぼすメリ。メインヒロインしか勝たんメリ。いや正直死ぬかと思ったメリ。実際撮影中ほぼ負け越してたメリ。しかしメインヒロインなのでそんな姿は見せないメリ。では次行くメリ。今度は大極東の人が来たメリ。癖の強いモーションが読みにくいメリ。しかも暗記でボートを潰してくるクロートメリ。ここで動じてはいけないメリ。このメインヒロインの堂々たる振る舞いメリ。手慣れたクロートですら警戒を解くメリ。あの余裕こそ強者の振る舞いメリ。慣れ合いはもう十分メリ。そろそろ始めるメリ。こっちはタリスマン一つ潰されて開幕ハンデ付きメリ。いちいち付け替えるようなせこい真似はしないメリ。どうせパリー決めればワンパンメリ。やはりこの動き対人慣れしてるメリ。だからこそ読み合いで勝ってやるメリ。ロリ攻撃は最も読みやすいモーションメリ。ボートを潰された程度でメインヒロインは負けないメリ。負けたシーンは全カットなので実質勝率 100% メリ。これがメインヒロインのたった一つの冴えたやり方メリ。では次行くメリ。今度は不走に遠マンが来たメリ。
火力とリーチの優秀さはもちろん回避狩りが厄介メリ、読み間違うとほぼ死ぬメリ、まあ強靭的に切り刻める相手ではないメリ、欲張ったところを狩るメリ、これミスってたら完全敗北してたメリ、ノーダメで勝てそうになると攻め方が雑になる人多いメリ、多分その油断でゴリ押し気味になったメリ、メインヒロインはその隙を見逃さないメリ、では次行くメリ。壺頭は滅ぼすメリ、特に理由はないメリ、開幕延茶の必死税に慈悲はないメリ、強者ムーブで完全勝利して分からせるメリ、さあかかってくるメリ、いつでも分からせてやるメリ、壺頭滅ぼすメリ。かなり硬いメリ、まあ熱いメリで余裕メリ、メリメリする時間メリ。ギリギリ逃げられそうだったメリ、強者ムーブパリーは気持ちいいメリ、まあほぼ失敗して無数のメインヒロインの屍が出来上がったメリ、では次行くメリ。なんか変なの来たメリ、あれ絶対ゴリラをバカにしてるメリ、ゴリさんは人間なんかよりよほど理性的で愛ある生き物メリ、森の賢者を愚弄する者は滅ぼすメリ、どうしたかかってこいメリ、強者ムーブすると高確率で戦意喪失させてしまうメリ、少し様子を見るメリ。こいつ舐めてるメリ、ケツ掘りで回戦の合図メリ、気合入った全裸を分からせてやるメリ、あれなら弱々指名の刃でもワンパンできるメリ、振りの早い縦振り誘いには乗らないメリ、突っ込んでくるタイミングを待つメリ、パリーは警戒されてないメリ、メインヒロインは全裸に負けてはいけないという使命があるメリ、さて決闘は勝率 100% ってことでいいメリね、負けシーン全カットで事実をねじ曲げるメリ、次は乱闘を荒らすメリ。というわけで位牌なし6人乱闘に来たメリ、生属性と進行強化の霊薬で火力もメリメリ、指名の戦技もここでなら有効に使えるメリ、みんな分からせてやるメリ、なんか本田翼が追いかけてくるメリ、そんな野蛮な獲物使うとは聞いてないメリ、自分のチャンネルに変えるメリ、乱闘だからってパリーム警戒な人多すぎるメリ、これ確実に向こうの方が熱いメリしてるメリ、リスポーンしたら確実に温まってるメリ、まあ私は何も悪くないメリ、今のうちによそも荒らすメリ、乱闘ではケツ蹴り名人になるメリ、メインヒロインは1位になるためには手段を選ばないメリ。なんか変なのいたメリ、ドンキ持ったやつは大体殺意高いメリ、まずあのバリア剥がさないとダメメリ、しかも我慢野郎だったメリ、やっぱり本田翼ぶち切れてるメリ、いやそのバリア剥がしはナイスメリ、完全に巻き込み事故だったメリ、せっかく剥がしたのにガン無視でこっち来るメリ、さっきので相当頭メリメリしてるメリ、乱闘なの忘れてる感あるメリ、完全に他の人眼中にないメリ、しかしケツ掘りはしっかり狙う。痛いメリ、今の逆に助けちゃった感あるメリ、そして本田翼さん怒りのストーキングメリ、魚振りやすい激戦区すらガン無視メリ、完全にメリメリしてて隙だらけになってるメリ、殺意むき出しすぎて露骨に雑になってるメリ、すごく読みやすくて助かるメリ、これも打ち合い終了まで追い回される気がするメリ、落ち着いて自分のチャンネルに変えるメリ、私は何も悪くないメリ、ケツがだらしねえメリ、後半に戦技ぶっぱの代償は高くつくメリ、またブチギレバッサーが来る前に仕留めるメリ、やばいケツ狙われてるメリ、あんな大きいの入らないメリ、なんとか助かったメリ、一旦引くメリ、側面と背後に誰もいないのを確認するメリ、ブチギレバッサーが来てるメリ、今完全に見つかったメリ、やっぱりロックオンしてきたメリ、殺意の波動がメリメリしてるメリ、しかしパリー不可のジャンプ攻撃はしてこないメリ、また頭メリメリにしてやるメリ、ダッシュ攻撃のタイミングは大体わかったメリ、ちょっと遅かったメリ、いやこの立ち止まり方は煽る予感しかしないメリ、しかしナイスタイミングのリスポーンメリ、もう MVP 確定した感あるメリ。さて気を取り直してケツ掘りするメリ、指名の刃は漁夫に最適メリ、ギリギリ間に合わなかったメリ、これも間に合わなかったメリ、し
かも1生きるの回復でまた助かってるメリ。ここまで間の悪いこともそうそうないメリ。やはり使命の刃では使命は果たせないメリ。一旦引いて仕切り直すメリ。いい削りメリ。美味しいところはメインヒロインがもらうメリ。また頭メリメリな人が増えそうメリ。ぶち切れバッサーが来る前にこの人も仕留めるメリ。真横にリスポーンしてくるのやめるメリ。仕留め損なったメリ。今の危なすぎメリ。ケツ掘ったの根に持たれてるメリ。痛いメリ。不意打ちでやられるのはメインヒロイン失格メリ。ちゃんと周囲見てれば防げたメリ。ぶち切れバッサーが空飛んでるメリ。これは使命を果たせるかもしれないメリ。誰か削りお願いしますメリ。ギリギリ足りなかったメリ。これも射程が足りないメリ。こっち完全にノーマークっぽいメリ。また削りお願いしますメリ。ナイスサポートメリ。今のは犯人バレてないはず。撃破した5人のうち3人がぶち切れバッサーメリ。これはぶち切れのさらなる上を見られるかもしれないメリ。そしてここもノーマークっぽいメリ。いや真横にバッサー出てきたメリ。これ絶対追いかけられるメリ。警戒もせず気合い入れてるメリ。さすがに3度も同じ手が通じるか怪しいメリ。ちゃんとジャンプで対策してきてるメリ。無駄に時間かかりそうなので他に移るメリ。ここは重装コンビでケツ掘りやすそうメリ。グレソマンが狙い目メリ。あのジャンプ攻撃はケツがガラ空きメリ。乱脚の巻き添え食らったメリ。バッサーすごい勢いでこっち来たメリ。目の前で気合い入れるとか舐めてるメリ。ちょっとここはガイアが怖くて熱いメリ使えないメリ。普通にとどめ刺すメリ。いやこれ意外とノーマークだったっぽいメリ。これならメリメリにできたメリ。ちょっとあんた邪魔メリ。バッサー4キルの邪魔するんじゃないメリ。今思いっきりバッサーこっち見てたメリ。完全に殺意こもってたメリ。しかしブッパマンには枯らされてるメリ。死んでしまうとは情けないメリ。お前で我慢してやるメリ。ギリギリ間に合わなかったメリ。乱闘でパリー警戒する人少なすぎメリ。勇気砲とか褒められてるメリ。しかし1位陥落してるメリ。まだまだ荒らし足りないメリ。今度は見るからに匂い立つのが2人いるメリ。あいつら絶対ボーナス枠になるメリ。他が旨味に気づく前に稼がせてもらうメリ。そのスタイル一体どこで仕入れたメリ。それで乱闘を制した私に通じるわけがないメリ。防具つけで直すメリ。なんか同族が乗ってきたメリ。ワンパンできない武器で全裸とは舐めてるメリ。お前も分からせてやるメリ。大騎士仕込んでもその武器じゃワンパンは無理メリ。大騎士の時点でいつ突っ込んでくるかは大体わかるメリ。ジャンプさえ気をつければ特に怖くないメリ。また使ったメリ。降下時間中に絶対突っ込んでくるメリ。ダッシュ始めるタイミングは見逃さないメリ。ボーナス2人いただいたメリ。あのルツボさんケツがガラ空きメリ。蹴取られない距離感を保ってタイミングを伺うメリ。乱闘は常に誰かにケツを狙われてることを意識すべきメリ。刹那タマンが突っ込んできたメリ。あれは中ロリを狩る性能が高いだけメリ。軽ロリの時点でさほど脅威ではないメリ。来るタイミングも大騎士で大体わかるメリ。とりあえずルツボさんを仕留めるメリ。この体力差ならゴリ押しで勝てるメリ。日寄らず振ってダメージ交換するメリ。さっさと次に行くメリ。あの不走マンはちゃんと背後見てるメリ。ケツのガードが硬いやつは後回しメリ。ちょうど出てきた全裸を狩るメリ。見たところ背後ガラ空きメリ。不走マンと追いかけっこになってるメリ。お互い食い合うよう位置取りするメリ。ここまで近づいてもまだ無警戒メリ。違うお前じゃないメリ。すかしたケツ掘りが別の人に当たるチンプレイになったメリ。タゲチェンするメリ。またるつぼの人ケツがガラ空きメリ。ダメだったメリ。バレたので一旦引くメリ。こっちもタゲチェンしてきたメリ。いや今の当たり判定は納得いかないメリ。どう見てもかすってもいないメリ。全部ニューロのせいメリ。
なんか全裸と一般で別会場みたいになってるメリ、紳士協定みたいになってるメリ、そしてウツボさんケツのガードがだんだん硬くなってきたメリ、惚れそうで惚れないの多すぎ問題メリ。なんか一般層がこっちに集結してきたメリ、なんでみんな全裸は相手しないメリ、お前らが行かないなら私が行くメリ、マジで全裸だけでずっとやり合ってるメリ、一体どうしてこうなったメリ、この会場平和すぎるメリ、遠距離で平と高い行動する人が全然いないメリ、こんな物理でどつき合う乱闘は滅多にないメリ、そしてパリー対策なのかあまり突っ込んでこなくなったメリ、ジャンプで騙し打ちも混ぜてくるようになったメリ、そんな中鉄なタマンだけはペタペタ走ってるメリ、外野からだとこんな風に見えてたかと思うと複雑メリ、なんかただの可愛い生き物に見えてきたメリ、また分からせてやるメリ、その一発芸はもう見切ってるメリ。ちょっと早かったメリ、これめちゃくちゃ恥ずかしいやつメリ、メインヒロインが分からされる貴重なシーンメリ、乱闘だと一発撮りのせいでカットできないメリ、等身大のメインヒロインを堪能してほしいメリ、さっきはよくもやってくれたメリ、同じミスはしないメリ、あんな用心剣ほっといてメインヒロインの方見るメリ、ブチギレバッサーの気持ちが分かったメリ、分からされたら分からせるまで引けないメリ、かかってくるメリ、所詮は一発ゲートッカビルドメリ、それさえメタれば脆いメリ、一般人たちも相手してやるメリ、体力低いやつを狙い撃つメリ、メインヒロインは美味しいとこだけ持っていくメリ、ついでにおかわり行くメリ、今の HP なんかおかしかったメリ、また全裸に狙われてるメリ、棍棒の人はパリー警戒してジャンプマンになってるメリ、こうなるともう厳しいメリ、死なないよう漁夫の方向にシフトするメリ、こっちは全裸コンビで狙い目メリ、そろそろ時間メリ、今の順位を維持するメリ、一人は仕留めないと抜かれる危険があるメリ、おいニューロ仕事しろメリ、この大事なところでラブリ出すのやめるメリ、このルツボさん明らかに挙動おかしくなってるメリ、こんなのパリー狙えるわけないメリ、負けたらニューロのせいメリ、とりあえずラブは治ったメリ、高速遅延回線ニューロ怒りをよろしくお願いしますメリ、終わったメリ、結果はどうなったメリ、全裸組のおかげで勝てたメリ、なんで自然と一般組から隔離されてるメリ、納得いかないメリ、先ほどの試合は乱闘感がやや薄かったメリ、誉れなき乱闘を制してこそメインヒロインメリ、もう開始前から匂い立つメリ、速攻でイルデの優勢と雲糸でロックオンされてるメリ、これでこそ乱闘メリ、競技の良い振りはやめにするメリ、クソまみれで盛り合うのが乱闘の醍醐味メリ、動かない奴に容赦はないメリ、回線事情とか離席とか知ったことじゃないメリ、こちとら高速遅延回線のせいで夜を避けて頑張ってるメリ、後半に戦技とスナイプがラグをまとって飛び交うメリ、あらゆる意味で誉れなき戦いがそこにはあるメリ、ケツ掘りにも精が出るメリ、しかしなかなかいい位置取りができてないメリ、間違えたメリ、このボンミスのせいで外悪苦闘を食らったメリ、あんなの連打してたら狙ってくれと言ってるようなもんメリ、そしてさっきケツ掘りした人がブチギレてるメリ、欲張り連打はパリーしやすいメリ、ミリ残りなんて熱いメリでちょろいメリ、これこそ誉れなき戦場メリ、今ブチギレバッサーの日じゃないくらいメリメリしてるメリ、あいつ絶対分からせるメリ、後半に戦技ぶっぱマンは総じて PS は低いメリ、タイマンに持ち込めばほぼ勝てるメリ、そしてお前も許さないメリ、開幕エルデクモイトの恨みはここで晴らすメリ、あんなの食らったら一発で頭メリメリするに決まってるメリ、もうみんな許さんメリ、全員ケツゆるくしてやるメリ、メインヒロインに掘ってもらえることを光栄に思うべきメリ、遠距離スナイプで掘られるよりはマシなはずメリ、またお前かよいい加減にするメリ、この嫌がらせに全特化したようなスタイルはメリメリするメリ、しかも直撃もらったメリ、もう誰が誰とかめんどくさいメリ、全員許さないメリ、特にあの変態は生かしてはおけないメリ、私の手で粛清しないと気が済まないメリ、スナイプされるのがどんな気持ちか分からせるメリ、
さっきの行儀の良い戦場とは本当に大違いメリ。確実にみんな人間性を失っているメリ。ここに黄金派とドラゴンブレスも混ざってたら地獄だったメリ。初期の頃はもっと誉れない戦場だったメリ。次第に行儀の良い人が増えてきてしまったメリ。いいことのはずなのに少し惜しい気持ちがあるメリ。最初にケツ掘った人がまたスナイプしてきたメリ。そんなの不意打ちでしか当たらないメリ。いやこれまたユーロが仕事サボってるメリ。ザワールドみたいになってるメリ。高速遅延回線ユーロ怒りをよろしくお願いしますメリ。その戦技久しぶりに見たメリ。経路利強化された今なら回避余裕メリ。所詮は攻略勢をわからん殺しするしか能のない戦技メリ。ここでは指名の刃の方がよっぽど役に立つメリ。誰もこんな微妙戦技は警戒してないメリ。狙い撃ちすれば大体決まるメリ。痛いメリ。普通に引っかかったメリ。さすがにこの体力でやり合うのは危険メリ。一旦引くメリ。1位の状態を無駄にできないメリ。向こうを荒らすメリ。友情チェーンで死んでしまったメリ。まあ崩壊派がいなくなるのは助かるメリ。なんかエルデの優勢の音が聞こえたメリ。この体力だとロック対象の近くにいるのは危ないメリ。いやすぐ消えたメリ。普通に抜かれたメリ。そしてあの人何回ケツ掘られてるメリ。ケツのガード諦めて嫌がらせに全特化してる感あるメリ。今度は向こうを荒らすメリ。エリア端でスナイプしてるやついるメリ。端でやられるとケツ掘れないメリ。近づいてもどうせ逃げられて時間の無駄メリ。あの人また嫌がらせしてるメリ。考えることはみんな同じメリ。玉るやつをさらに玉るメリ。メインヒロインはお祈りぶっ破撃破なんてしないメリ。確実に一人ずつ仕留めるメリ。これで1位キープメリ。あの人逃げながらこっち来るメリ。ぶっかえるの忘れてたメリ。間抜けな暗い方しちゃったメリ。おい今のは疑惑の判定どころじゃないメリ。マジで何が起こったメリ。打ち上げられたってことは崩壊派かもしれないメリ。いやそもそも HP の減りがおかしかったメリ。完全にボルナレフ状態メリ。あんな納得いかない死に方そうそうないメリ。誉れなき乱闘ここに極まってきたメリ。お前のんきに回復とかできると思うなメリ。おい邪魔するなメリ。その巨人狩りもしかしてお前が犯人かメリ。疑惑はかけられた時点で終わりメリ。とりあえず変態をスナイプするメリ。あの人が一番この戦場で生きてちゃいけない存在メリ。普通にやられたメリ。こういう死に方恥ずかしいメリ。しかも終わったメリ。この音は勝利した音メリ。この誉れなき戦場をメインヒロインで制したメリ。もう満足メリ。ご視聴ありがとうございましたメリ。